蒲生氏郷は1556年弘治2年、近江の国日野に生まれました。氏郷13歳の時、蒲生家が仕えていた近江の大名六角義孝が織田信長に敗れたので、父片秀は信長に降参します。そのため氏郷は人質として岐阜の信長のもとへ送られることになります。信長は氏郷を一目見てその才能を見抜き、14歳で元服させた直後、北畠家がこもる岡和地城攻めで初陣を飾らせます。そして信長はこの戦で功績を挙げた氏郷と娘の冬姫を結婚させます。その後、本能寺の変で信長が亡くなった後は、氏郷は秀吉について戦を重ねます。1584年、天正12年小牧長久手の戦いで功績を挙げた氏郷はいよいよ松ヶ島にやってきます。しかし松ヶ島城の北側には遠浅の海が広がり、城下町も狭かったので、氏郷はこれ以上商業都市として発展させることは難しいと考えました。そのため、より守りの固い城と人々が自由に商売できる城下町の建設を行おうとします。氏郷がまず取り組んだのは城を築くことでした。また氏郷は新しい城下町で商売を盛んにしようとしました。自由に商売ができる楽市楽座を行い、松ヶ島城下のすべての商人や職人を強制的に移住させ、近江の国日野の商人や伊勢大湊の商人を連れてきて商売を進めました。天正16年、氏郷は宵穂の森の新しい城に入り、その城下町を松坂と名付けました。この地名の由来は、縁起の良い松の字と豊臣秀吉が整備した大阪の坂の一文字をもらい、松坂としたと言われています。